はいどうも、ミスター X です。よろしくお願いします。まあ本日もですね、ブラ散歩ということで動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。まあブラ散歩をですね始めて、これで4本目ぐらいですかね、4本目ぐらいかと思います。まあそんな感じで、まあ、思ったところ、自分が思ったところとかお金の稼ぎ方とか働き方とかいろんな話をしていこうとは思ってるんですけども、まあ、短くですね、できるだけ短く収めていきたいと考えておりますのでお付き合いくださいませ。ということで今日は、まあ、ゴールデンウィークということで、まあ、ここ淀川の河川敷なんですけども、まあ、とてもいいですよね。自然がたくさんあるという中で、まあ、心が癒されるという場所だと私は思ってるんですけども、まあ、皆さんですね、まあ、10連休ということで、まあ、いろんな行楽地、バーベキューとかキャンプとか、まあ、登山をしたり魚釣りに行ったり、山へ登りに行ったり、まあ、いろんなことをされる方がですねたくさんいると思うんですけども、まあ、10連休っていうとやっぱり長いですよね。すごく長い期間の中で、まあ、10連休の方っていうのは結構いると思うんですが、実際どうですかね。やることありますかね。まあ、例えば独身とかで、まあ、飲み会が数日、まあ、入ってたりバーベキューとかあったり、まあ、10日間全部日程が入ってる人ってまあいないんじゃないかなって思うわけですよ。で何が言いたいのかっていうと、じゃあ10日間あって、まあ、10日間ずっとですねお金を使い続けるのか、はたまたお金をちょっと稼いでみようかなって思うのかでだいぶ変わってくるんじゃないかなと思うわけですね。でお金を使うことはすごく簡単で、まあ、行楽地に行く交通費だったり、まあ、泊まれば宿泊費がかかり、そしてご飯を食べれば飲食代がかかると。で結構休みの日って出ていくばっかりなんですよね。お金が出ていくばっかりで入ってくることってほとんどなくて、でサラリーマンやってるとどうですかね。給料って月に1回ですよね。給料って月に1回だと思います。でこの月に1回の給料を、まあ、当たり前だと私も、まあ、サラリーマンですからもともと思ってましたし、まあ、サラリーマンを始めて14年目になるんですかね。14年目ぐらいになろうとしてるわけなんですけども、最初はやっぱり給料って1回、月に1回だよねって思ってましたね。でそれはそういう仕組みの中で働いてるので仕方ないんですけども、まあ、何を言いたいかというと、仕組みを知ってれば、稼ぐ方法を知ってれば、家にいながらパソコンとインターネット環境があるだけで、この10連休中にですねお金を使うんじゃなくて稼いじゃおうっていう話なんですよね。まあ、それができる、まあ、スキルというかノウハウというか、まあ、そういったものを、まあ、今回トップバズ塾平成最後のゴールデンウィークキャンペーンということで銘打ちまして、まあ、コンテンツとしてですね情報を提供させていただくと。で、まあ、その情報というのは私ミスター X は8ヶ月、今9ヶ月目に入ってますけども、あと仲間2人がおられまして、まあ、1人は8ヶ月目に入ってますし、1人は7ヶ月目に入ってると。まあ、その期間ずっとですね継続して、まあ、収益を出し続けているというノウハウが、まあ、実際ございます。でそのノウハウ、今まで、まあ、検証ということでずっと検証を積み重ねてきたわけ
なんですけども、まあ、3人でですね230万近くの利益を、まあ、上げてきておりまして、でそのですね、ノウハウというのを全て詰め込んで、3人分ですから、どうでしょう、8ヶ月、7ヶ月、6ヶ月、21ヶ月分ぐらいですか、まあ、約2年間分ぐらいの時間ですよね、3人合わせれば。2年間分ぐらいの期間を詰め込んだ、まあ、実績ですよね、稼げる実績を商品として、販売させていただこうというふうに考えております。で、まあ、期間ですよね、販売期間なんですけども、3日間を考えております。4月28、29、30の3日間で先着3名様限定ということで商品の販売をさせていただくわけなんですけども、まあ、金額ですよね、気になる金額については問い合わせをいただいたお客様に、まあ、公開させていただくということで決めておりますので、ぜひ価格が気になる方はですね、説明欄に LINE アット、Gmail の連絡先を入れておりますので、こちらからお問い合わせくださいませ。で、まあ、どれぐらいの金額かっていうと、まあ、サラリーマンの平均お小遣いですね、1ヶ月の平均お小遣いがいくらかと言いますと、だいたいもう3万円切ってきてるみたいなんですよ。2万7000円とか、まあ、3万円としましょうか、約3万円です。で、その3万円あればもう余裕でですね、もう余裕で購入できる金額です。お釣りもいっぱい来ます。はい、非常に 手頃なお手頃な価格で、まあ、販売をさせていただくということで、もしですね、気になると、このゴールデンウィークにお金を使うんじゃなくて、使うだけじゃなくて、まあ、お金を今までインターネットでですね稼いだことないけど一度稼いでみたいなというふうに、まあ、お考えの方、思われている方、やってみたいなっていう方はぜひお問い合わせをいただければですね、価格、商品の価格、そして商品内容ですねについて、まあ、丁寧にですね、お知らせさせていただきたいと考えておりますので、ぜひお問い合わせいただければなと思います。では、この動画ですね、これで終わりたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございます。